沢村栄治、沢村栄治、沢村栄治、旧自体、沢村栄治、1917年2月1日から1944年12月2日は、三重県出身のプロ野球選手、当主、日本プロ野球史上に残る伝説の選手の一人でも、あり、戦前のプロ野球界で様々な記録を打ち立てた。1917年2月1日、 三重県宇治山田市、現伊勢市の沢村健二、道家夫婦の長男として生まれる。京都商業学校、現在の京都学園高等学校の当主として1933年春、1934年春、夏の高校野球全国大会、当時は中東野球に出場。1試合23奪三振を記録するなど、才能の片鱗を見せた。 1934年の夏の大会終了後に京都商業を中退、現在の高校3年生に相当する年齢。その年の11月に開催された読売新聞社主催の日米野球の全日本チームに参戦する。5試合に登板、4先発したが、中でも11月20日、静岡県草薙球場で開催された試合では、7回裏にルー・ゲイリックにソロ本塁打を浴びたのみで、 メジャーリーグ選抜チームを8回後安打1失点と投げしたスコアは0対1、ゲイリックの一発が決勝だ。これ以外の4試合では滅多打ちにあって、沢村自身0勝4敗に終わったが、この年の日本選抜対メジャーリーグ選抜の試合が日本の0勝16敗に終わったため、この回答は現在でも日本で語り草となっている。もっとも、ベイブルースは、 沢村を称賛する一方で、ちょうどバッターボックスに入って当初に面すると太陽の光源が真正面に見えので眩しくて仕方がなかったとコメントしている。なお、この試合で米国側の先発は35歳のサウスポー。その年の MLB での成績は14勝11敗、防御率4.52で9回3安打完封だった。その年の暮れ。 全日本チームを基礎としたプロ野球チーム、大日本東京野球クラブ、東京巨人軍を経て、現、読売ジャイアンツの結成、正式な設立は12月26日に参加した。学校を中退して、プロ入りしたのは、野球部員による下級生への暴行事件が明るみに出て、連帯責任で、甲子園出場が絶望的になったためであった。当時、飲住職の菅動説が、 同年大日本東京野球クラブ専務取締役に就任する一岡田大に沢村を紹介した。プロ野球リーグが始まる前の1935年、第一次アメリカ遠征に参加。21勝8敗1分けの戦績を残す。同じ年の国内での巡業では22勝1敗。 翌1936年の第二次アメリカ、遠征でも11勝11敗を挙げている。そして、プロ野球リーグが開始された1936年秋に、中山武史とのバッテリーで史上初のノーヒットノーランを達成する。同年12月、大阪タイガースとの最初の優勝決定戦では3、連投し、巨人に初優勝をもたらした。1937年春には24勝。 防御率0.81の成績を残して、プロ野球史上初となる MVP に選出された。さらにこの年は二度目のノーヒットノーランも記録するなど、黎明期の巨人、日本プロ野球界を代表する快速球投手として、名を馳せた。特にタイガースの強打者である、影浦進とは、良きライバルで、名勝負を繰り広げて、ファンを沸かせた。しかし、長兵によって、 公主合格の現役兵として、帝国陸軍に入営、1938年から満期除退の1940年途中まで、軍隊生活を送り日中戦争、品事変に従軍。手榴弾を投げさせられたことから生命戦である、右肩を痛めた、また戦闘では左手を銃弾貫通で、負傷、さらにマラリアに感染した。復帰後はマラリアによって何度か球場で倒れたり、 右肩を痛めたことで、オーバースローからの速球が投げられなくなったが、すぐに転向したサイドスローによって、抜群の制球力と変化球主体の技巧波投球を披露し、三度目のノーヒットノーランを達成した。その後、王将により、予備役の兵として軍隊に戻り1941年終盤から1942年をすべて棒に振り、さらにはサイドスローで投げることもできず、 肩への負担が少ないアンダースローに転向した。しかし、請求力を大幅に乱していたことで好成績を残すことができず、1943年の出場はわずかだった。投手としては、1943年7月6日の大阪新戦の出場が最後で、3イニングで8、吉し9と2被安打で5失点で降板となった。公式戦最後の出場は、 同年10月24日、代打での三者比であった、阪神戦の二の二で迎えた十一回をもって、六番、青田昇の代打。1944年シーズン開始前に、巨人から、ついに解雇された。遺跡の希望を持っていたが、鈴木宗太郎から、巨人の沢村で終わるべきだと悟されて、現役引退となった。その後、南海軍から入団の誘いがあったが、故事した。 現役引退後、1944年10月2日に2度目の王将、現役兵時代を含め3度目の軍隊生活。同年12月2日、フィリピン防衛戦に向かうため乗船していた軍隊輸送船が、薬島沖西方の東、シナ海でアメリカ海軍潜水艦、シーデビルにより撃沈され、薬島沖西方にて戦死。特進で、任陸軍号長。 墓標などでは、特進前の平調表記。職業野球通算63勝22敗、防御率1.74。戦死後の1947年7月9日、巨人は、沢村の功績を称えて、背番号14を、日本プロ野球史上初の永久欠番に指定した、戦死から永久欠番指定までの間、今泉勝義と坂本茂が、 巨人の背番号14を使用していた。また、同年に、沢村の功績と栄誉を称えて、沢村栄治賞、沢村賞が設立され、プロ野球のその年度の最優秀投手に贈られることとなった。1959年、野球殿堂入り。1966年6月25日、第27回戦没者上空により、空7等青色東洋賞追贈。 東京ドームそばの鎮魂の日に石丸新一ら太平洋戦争で戦死したプロ野球選手と共に明記されている。また、故郷に程近い伊勢市岩渕町妃と誉れ坊墓地に沢村の墓が建立されており、その墓石はボールを模した形で前面に巨人の G、後面に沢村の背番号14が刻まれている。なお、2017年に 沢村の墓は、遠籍者の事情により、墓じまいが行われ、現在は、記念碑として、墓地に現存している。なお2014年3月10日、沢村の故郷である、三重県伊勢市の伊勢市僧、田山公園野球場で65年ぶりに行われた、阪神とのオープン戦において、原辰則監督はじめ、全選手が、永久欠番14をつけ、 阪神は OB で沢村と同居を勝つ、フィリピン防衛戦における選手者である、西村幸夫の背番号19を全選手がつけて、沢村の一人娘である、坂井美代の始球式により試合が行われた。2017年2月1日生誕100周年を迎えた。伊勢市では、沢村栄治生誕100周年記念事業を命打ち、3月20日から3月26日には、 沢村栄治生誕100周年記念展が3月22日には再び倉田山球場で巨人北海道日本ハムのオープン戦が行われた。この試合でも巨人は高橋義信監督はじめ全選手が A 級欠番14をつけた。直球について小中高と沢村と組んだ保守の山口1000万国枠打者の膝元でホップし、 彼の指を曲げるほどの威力があった。実際に対戦している、元大阪タイガースの松木健次郎も、浮き上がっくるので、バットに当たらないということを何度も強調している。巨人軍第一次アメリカ遠征の折、三宅大輔監督の指導により、物理学のテコの作用を応用する、合理的な投球方法で、投球の際にボールを握った右腕を後方に、ぐんと引くバックスイングと同時に、 左足を思い切り高く空中に上げて、その大きな反動を最大限に利用し、鋭くボールを振り抜くという方法を得とく。それまでの高速球にさらにスピードが乗り、多大な効果を発揮した。三宅監督は、沢村の旧来の投球フォームがこれを利用するに適していたため取り入れたという。1999年放送のテレビ。 勇者のスタジアムプロ野球コーチンプレイの企画では映像から球速を測定するとして、湯浅影本中京大学教授の協力のもと、沢村の球速が159.4キロと再現された。もっとも、この再現時、沢村の映像はキャッチボール時のものしか残っておらず、プロ野球選手がキャッチボールでは、 全力の何パーセントの力で投げるかの平均値と足を高く上げている沢村の投球フォーム、写真。試合中のものではないから導いた結果である。また岩佐教授は別媒体でも同様にプロの投手が軽く投げる際は全力の何パーセントぐらいで投げるかという傾向から160.4キロと言っている2014年5月時点。その後、 2015年6月11日放送 NHK クローズアップ現代において沢村の試合中の映像が見つかったことが判明したとして特集が組まれたそこでは写真と違って実際の試合では足をほとんど上げない投球フォームであったことが判明したそして BS スポーツ酒場語り亭で前室の湯浅影本教授が実際の投球映像をもとに速度を計算 150キロ台から後半は出ていただろう。計算上は159キロと算出された。また1990年1月28日放送の日本テレビ知ってるつもりにおいて実際に沢村の投球を見たことのある生前の千葉シュゲル青田昇がピッチングマシンを相手にバッターボックスに立って沢村の玉晴れくらいのものであったかを思い出して もらうというものがあったが、最終的に千葉がこれぐらいだったと感覚で思い出した時のマシーンの速度は165キロであった。もっとも彼らが沢村と公式戦をプレーしたのは1940年、千葉と1943年、青田が最初であり、この頃にはすでに沢村は前世紀を過ぎてチームの平均防御率よりも悪い成績であった。特に1943年は、 現役最終年でアンダースローとなっており、出場14試合に対して、登板4試合と、野手としての出場の方が多かった。これに対して、長田洋一は、著述の資料として、当時の野球雑誌を調べていて発見したとして、沢村の快速球のスピードは、どのくらいのものだったのか。プロ野球リーグが始まって2年目、1937年の雑誌は、 秒速37メートル、時速133キロと発表している。科学的計測値とするが、どれくらいの精度かは不明である。と著述している。1935年、巨人軍はまだ国内で、唯一の職業野球クラブだったので、他に対戦する相手がなく、野球の本場であるアメリカの各地を飛び回っての遠征試合をこなしていた。その終盤の六月、 ミルウォーキーレッドソックスとの対戦前に、ある中年男性が、外野席から飛び降りて、サインをしてもらいたいと訴え、沢村は何気なしにサインに答えていた。ところが、試合後その男性が、ベンチにやってきて、スクールボーイ、沢村のあだ名をいつ渡してくれるのか、と問い合わせに来た。鈴木壮太郎マネージャーがその書類を見ると、セントルイスカージナルス。 ピッツバーグパイレーツという説もありのスカウトが扱う選手雇用のための契約書だった。その後、半ば強引に契約を迫ったものの、鈴木はジャイアンツはアメリカの野球団体に加盟していないので、君がコミッショナーに訴えても無駄ときっぱり断った。この翌日の現地新聞はカージナルスのスカウトが東京ジャイアンツのエースをさらい損なうという見出しをつけて、 大々的にこの一件を報道した。京都商業学校卒業後には、慶応義塾大学への推薦入学がほぼ決まっていたが、勝力松太郎が強引に口説いて、同校を中退させて、巨人入りさせた。勝力は、一生面倒を見るとまで言ったという。しかし、巨人は、戦地から負傷して帰った沢村を解雇し、約束は守られなかった。クテルで放送された。 先人たちの底力知恵戦、戦、野球が愛されるわけ。沢村栄治の挑戦によると法律で学生が日米野球に参加できなかったため中退したとしている。また、二度も招集を受けたのは学歴が中東学校、旧正中退であったからという説を取れば、中東学校を中退しての巨人入りは、沢村のその後の運命を左右してしまったと言える。沢村は、 巨人から解雇を告げられた際、さすがに気落ちし、父親に大投手などとおだてられていい気になっていた。わしがアホやったんやと語ったが、自分を責めるだけで、勝利期や巨人に対する恨みごとは言わず、ニューエージには笑顔を見せていた。また、沢村の父親であるケンジは、戦後のインタビューで、エージは中等学校中退だから。もし、卒業していたら、境内に行っていたら、 こんなに何度も召集が来なかった。すべては私のせいです。と涙ながらに繰り返した。靴底のスパイクがはっきり見えるほどに足を高く蹴り上げる独特の投球フォームは別所明をはじめその後の投手たちが真似したりするなど後世に影響を与えた。しかし沢村の同僚であった前川八郎によればその特徴的なフォームは たまにしかやらなかったという。また、このフォームは、カール・ハッペルを参考にして生み出されたという説がある。アメリカ遠征の折、人気者であった沢村は、サインを次々と書かなければならなくなり、次第に自身の名前を書くのに飽きてしまった。そのため、漢字の通じないアメリカ人が相手ということもあり、当時の人気女優であった田中絹代の,の名前をたびたび書いていた。 また、酔っ払いからサインを強要された時には、バカ野郎と書いたこともあったという。わしは、まっすぐ、まっすぐが好きやお口癖にしており、妻にその言葉をよく言っていた。1940年の暮れ、軍隊への入営が近づいていた弟に、手紙で、人に負けるな。どんな仕事をしても勝て。しかし、堂々とだ。苦しい、そして誰にも言えないことはこの俺に言ってくれ。 と述べたという。また、普段は無口な人柄であったが、1944年に娘が誕生した際には、大喜びしてはしゃぎ回った。その数ヶ月後、妻へ当てられた最後の手紙には、生きて帰れたら、いい父親になる。と書かれていたという。長女は現在愛媛県の八幡浜市に在住。戦後の巨人軍 V 級初期に、 主戦投手として活躍した中村実三重県立市山田商業高等学校出身は自分は沢村とは親戚関係であることを明かしている現在までに沢村の切手が2度発行されているまず1984年に日本プロ野球50周年記念切手3種のうち投手と題する切手が沢村である公式には 沢村と発表されていないが、ジャイアンツのユニフォームを着た独特のフォームの投手であるため、モデルが沢村と確認できる。次に2000年に発行された特殊切手、20世紀デザイン切手の第8集で、沢村投手の切手とともに、シートの余白には沢村の勇士が大きく描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。